木梨さん、先ほどですね、踊りました、東日本大震災の応援歌で作りました曲です。はい、ぜひこちらでですね、おかけしていただければありがたいなと思います。さようでございますか。はい、失礼です。これ、DVD。DVD です。あとは CD と。CD の入ってます。はい、そうですか。わかりました。応援歌でございますよね。わかりました。私たちもぜひぜひ習いたいものでございます。ありがとうございます。いただきました。普及してまいりましょう、茨城県でもね。はい、応援歌です。はい、ありがとうございます。これからですね、踊らせていただく曲、恋恋歌というんですが、菅原組が立ち上がりまして、20年目に入っております。19年前に 19.8 ヶ月くらい前にですね、この曲が完成しまして、それを2代目3代目とつないでいくために、あえて新曲を避けてこの古い曲を引っ張り出しまして、去年からまた練習を始めまして、今日ご披露させていただきます。このスタイルそのまんま19年前のものでございまして、はい、人数はもっといました。140名くらいおりましたが、今40名くらいで活動させていただいております。これからその曲を踊らさせていただきます。ぜひ皆さんご覧ください。それでは佐川組、いい、はい、挨拶をいたしましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしてこの八重桜祭りがますます盛大に続いていくことを記念しながら踊らさせていただきます。はい、それでは乾杯。親と子が心を一つに、七宝浄水の里に舞う、ここに集いし我らこそ岩手大東よさこいっこいっこいれん、いいよやすー、よやすー、いいよやすー、よやすー、いいよやすー。Thank you.
選ぶ。はい、19年前の曲でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。